こんにちは、カーピです。さあ今回も3月の最強決定戦に向けて1位を目指してプレイしていきます。過去3年間の最高順位は2位、次こそ1位取ります。ぜひチャンネル登録して見届けてください。さあ昨日の更新で S ランク中堅手センターが追加になりました。例年よりもちょっと早めの登場ですね。カープのセンターはこの人、はい、西川選手です。今年は怪我もあってちょっと残念な年でした。契約更改もダウン更改、来年は1億円プレイヤー到達するでしょう。表のスタンスで全く変化ありません。ミート A にするかミートパー同時にするかまだ決まんないですね。裏捨ては全く変わってないですね。変わったのはここですね。特殊能力超広角は買っていないんですけど、走塁が固め打ちに、チャンスメーカーがチャンスに、それぞれ買ってます。リーグ勢的には変化はないですけど、リアタイ的にはこっちの方がいいかもですね。じゃあ今回も各球団選手に一言コメントしていきます。西武金子選手ですね。このシーンの写真珍しいですね。柳田選手、はい、現役最強バッターですね。1月からのベスト9タイトルホルダー、ほぼ間違いなく登場しますね。スピリッツ3600になりますんで、そこで取るなら今回するでしょう。今くらいの時期になるとベスト9タイトルホルダーとの兼ね合いも考えていきたいですね。辰巳選手、ゴールデングラブ賞の候補ですね。ベスト9タイトルホルダー、こちらも候補になります。念頭に置いていきましょう。荻野選手はゴールデングラブはないかな。来シーズン能力多少ダウンしそうですね。西川遥輝選手、こちらもゴールデングラブ賞候補になりますが、メジャー移籍決まった場合はタイトルホルダー版なくなりますね。メジャー移籍希望通り決まるといいですね。オリックスが佐野選手、オリックスのセンターよく変わるよな、なんか言いたいそうな気がするんだよな。巨人丸選手ですね。今年のベスト9ゴールデングラブ微妙なとこっすよね。もしゴールデングラブ取れば8年連続ですね。梶谷選手、 FA 席決まりました。この横浜版かなり貴重になるかもですね。オールドを違ける。阪神近本選手、個人的にはゴールデングラブ賞有力かなと思ってます。大島選手、今年の最短打タイトルホルダー版確定します。最後ヤクルト山崎選手、先日契約更改あったんですね。2200万円700万アップ、来年はサンタナ選手がライバルになるでしょうか。というわけでここからは契約書開封&ミキサーやっていきましょう。すでに中堅手ドラフトスカウト66連分回しちゃってるんですけど、ちょっと方針転換して契約書開封とミキサーで西川選手狙っていきます。12月40ユキチ弱が吹っ飛んでいく計算で、それはさすがにきついよねっていうことで、契約書ミキサーで当てることができれば5ユキチ6ユキチと節約できると思います。では行きましょう。ゴールド契約書、しばらく S ランク見てない気がするな。そろそろ出るんでは。おお、来たぞ S ランク、幸先。さあ名前出た、阪神青柳選手、シリーズ2阪神初獲得かな。あとは何もないか。これはなかった。では次 S ランク契約書、残り2時間、これ心配なんで先に引いてみましょう。お願いします。はい、後回しにしたら忘れちゃいそうなんで先に引いちゃいますね。一つ集中すると他のこと忘れちゃうんで、忘れる前に引いておきます。さあこれで西川選手聞けたりして、どうかな。岡本選手か、いいとこ来ましたね。12球団なら紙引き。次ゴールド契約書、10万円の開封です。さあさあ本当にゴールド、ここまで S1 枚登場、あと1枚ゴールドからあったですね。当てていきましょう。最後にパリンと割れない、割れない。おっ、A ランクロドリゲス選手、もう1枚、もう1枚欲しい。ラストなかった。まあ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 、オールビア回避、次もゴールド10連頼むぞ。最近な、契約書からカープが引けてうわーみたいな、そういう感覚味わってない気がするんですよね。全部ガチャで取ってる気がする。たまには契約書だったい。これもエサなそうか。まだか、最後かな。9番目来た、森選手、森選手ですね。ぼちぼち5枚たまりそう、極め作るそうです。さて次は S ランク行きましょうか。 S10 契約書が3枚と S30 が1枚です。さあこれは1枚 S 行きたいな。
おー、出た。ナイスホームランで逆転サヨナラ。閲覧確定。1枚確定。さあ何枚来るかな。2枚超え、2枚、2枚当たってくれ。いきなりオリックス、オリックスめっちゃ当たる、めっちゃ当たる。っていうかさっき A ランクも当たったな。これは育成しろってことっすか。そういうことっすか。小波さん、中島さんとオリックス、ここでも来る最後。マジかこれ、オリックス被って終わった最後。こんな被りある。4分の3がオリックス。オリックス強すぎ。気を取り直して、ここから閲覧契約書4連発いきましょう。まずは1発目、もういいぞ。もうオリックスはいいぞ。あと楽天ももういいです。最近出過ぎです。セリーグの赤い球団でお願いします。どうだ、中地。なるほど、確かにパリーグではない。ただオリックス流れではあるか。 S ランクスターマイン2発目、頼むぞ西川選手。西川選手じゃなかったら極みんできる S ランクお願いします。中田さん、濱口さん、吉田正尚さん、この辺お願いします。さあ誰、あー安田選手は A ランク1枚もないな。 S ランク3発目、さあさあさあ、そろそろカープ来てもいいでしょう。カープなら仮に被ってもミキサー足くん使える。カープ1枚引きたいな。さあどうだ、うおお楽天わしっぴー。 S ランク4発目、はい、これでこの動画 S ランク6人目、6回引いたらもう来るんじゃないですかカープ。これは来たっしょ。さあカープ選手出てきてどうぞ。わしっぴー、何かがおかしい、何かおかしいぞ。はい、西川選手は手に入りませんでした。もうこうなったら最後自治ミキサーで動画締めましょう。シリーズ2初のミキサーやっていきます。今あるカープの S ランクがこれ、オール圧縮いきましょうか。はい、これでいきます。5人圧縮で7分の1で西川さん当たります。いけるでしょう、お願いします。さあこれで今回の動画締めにしましょう。最後に西川選手ぶち合って、 S ランクセンタードラフトスカウト華麗にするしてやりましょう。さらばドラフトスカウト出てくれ西川選手、お願いします。はい、というわけで今回の契約書開封&ミキサー、西川選手は取れませんでしたが、まだまだこれからっすね。次は GS ミキサー分回しやっていきます。今 S ランクこれだけありますから、次回以降の動画ではこれ全部分回していきますんで、お楽しみに。ではまた。